こんにちは、速稼塾の久保です。原山龍馬さんも、ね、そうなんですけども、私も同じですけども、まあ、毎月毎月こうやってね、一応月間締めとか週間締めでビジネスをやってるわけじゃないですか。で、私が思うのは、まずはその予算を決めることかなと思うんですよ。例えば1ヶ月300万円の売り上げ作ろうかなっていうふうに思うじゃないですか。そして経費率を出しますよね。私の場合経費率は、まあ、20% ぐらいだと思ってるんですよ。まあ、実際 20% もかからずにほとんど 0% ではあるんですけども、まあ、それでもね 20% ぐらいには設定しています。どういうことかというと、20万円を使って100万円を売り上げるって感じですよね。だから差額80万が利益って形でございます。現在私が毎月 5,60 万使うとしたら、売り上げってのは200万から300万の間だよね。で、利益率ってのがありますんで 80% ぐらいですから、だいたい利益を200万円ぐらい残せるかなと、多い時には250万残せるかなっていうふうに考える、そういう時期もあるわけですよね。今現在がそういうわけではありません。そもそも私今投資の利回りとかが主なんで、先ほどもね5月の会計締めたんですけども、本当経費ってのがね非常に少ないんですよ。まずは従業員さんがいないってところで経費がものすごく抑えられますよね。で、多くの経営者の本当願いだと思うんですよ、従業員の経費ゼロっていうのはね。で、今まで私たち会社経営っていうのは社員さんを雇うことによって成り立っていました。これどういうことかというと、会社の景気を支えてたわけじゃないんですよ。実は多くの従業員さんというのは自分が働くことによって会社の役割を担って会社の財政を救ってるっていうふうに思うんですけども、実はそうではなくてですね、従業員さんが働くことと、それから会社が従業員さんを雇うこと、これセットでですね、いろんな税金がかかってくるんですよ。実は働いてる人は分からないと思いますけども、経営者からすると、まあ、毎月20万で雇ってる人がいるとしたら、その20万円で1人の人を雇うコストってのがやっぱりね20万以上かかるんですよ。これ不思議でしょ。でもね、本当に毎月毎月そうなんですよ。私みたいな1人企業やってても、自分の例えば社会保険料って自分で払ってるところと半分会社が払ってるところと合算して決められた分だけ払わないといけないんですよね。まあ、はっきり言ってね、その消費税なんて笑っちゃうぐらいこちらの社会保険料天引き、これなんか大きいんですよ。すごい大きいですよね。だからまあ上手に経費とも渡り合っていかなくちゃいけないなと思うわけなんですよね。さあ、それでね、商売をしていて税金に弱い人とか、それからお金の計画に弱い人っていうのは、まあ、間違いなくこれは破綻が近いんですよね。どんぶり勘定っていうのはやっぱり通用しないんですよ。それこそとてつもない大きな売り上げを作っていると、細かいところまで考えなくても全体の粗利率っていうのはそんなに変動しないんで、どんぶりでいいところがありますけども、そもそも売り上げが毎月100万とか200万ぐらいしかないのにどんぶりやっちゃうとかっていうと、もうこれは行き詰まることがね本当によく見えるなっていう例なんですよ。やっぱり仮にも商売ですから、数字に弱い人とかね、コミュニケーション弱い人って商売向かないんですよ。やられちゃうんですよ。だから足の弱い人が、足の遅い人が野球をやって、じゃあプロ野球の選手になれますかっていうぐらいおかしな話になってくるんですよね。まあそういうのもありますんで、これからもね、もっともっとお金のこともそうですし、税金のこともそうですしね、概念論ばかりじゃなくて、実際にどうやってお金を扱うことによって、どのようなお金が残っていくかみたいなのをね、これから動画の中に盛り込んでいきたいかなというところでございます。まあ、その辺、花山さんは何か考えがありますか？では、今回以上です。